はい、ムズです。よろしくお願いします。そしたらおまけのゲットするために続きをやっていきたいと思います。今いろいろ調べました。そしたらこんな感じかな。よっしゃ、いけた。マジかよ。森重もあの様子だと助かっていないと思う。どうしてよ。みんな簡単に死んじゃわないでよ。院長。あとの希望は由井先生か。あとはとか言わないで。悪い。死んでいったみんなもきっと俺たちにまでここで死んでほしくないに決まってる。つなぐんだ、みんなの脱出したいって意志を、命のバトンを。うん。逆打ちの方法は分かったんだし、こんな状況だけど希望は見えてきた。うん。もう少しだ。由井先生を見つけてここから出るぞ。うん。のう。そうだ、中島さん、これ私の学生証。ごめんね、逆打ちの方法を知ったのなら不安だったでしょ。うん、うん。切れ端もうなくさないでね。ありがとう、すごく嬉しい。篠崎、助かったよ。よく見つけてくれていたな。どういたしまして。頑張ろう。もう少しだよ。よーし、いいぞ。いいぞ、自信。はい。で、こっち。即座にこっち。で、上。そしたら、板が再生してる。はい、からくり発見。はい。はい、さ、はい、はい、はい。はい、オッケー。で、上行く。で、階段登る。で、魔法陣に。魔法陣、魔法陣。オッケー、オッケー。で、で、今度はこっちのパートで、下行けたよね。よし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 。前回これで確かビビってたな。どうした？うん。いる。うん。よ、本当になんかいるのか、この先に。うん。いるよ。気をつけて。あ、こっちか。あ、ちょっと待って、セーブしてないんですけど。まあセーブは近いっちゃ近いからいいか。どうした？なんだろう、うん、この部屋、うん、呪術っぽい。うん、眺めててもわかんねえよ。それより外の焼却炉の方に何かいるんだろう。進もうぜ、先に。分かった、行こう。先に行ってやって。ちょっと待って、これどうだったっけな。ちょっと待って、調べます。はい、わかりました。前回は確か
わかった、行こうにしたので、下にの下の選択でやりたいと思います。わかった、先に出てて。おう、早く来いよ。おお、あんまりセリフは大して。え、何今の声。私喋ってないのに。いや、喋りましたよ。その魔法陣にいるかじゃないの。篠崎、おい篠崎。壁ドン。何何、壁ドンしてますよ。嘘、やだ。岸沼くん、岸沼くん。壁ドン、どっちも壁ドン。閉じ込められたの。開けて。いや、それはこっちのセリフですよ。岸沼くん、聞こえてますよ。あらの後ろから。やだ。はい、篠崎さん、後ろ見ろよ。無事ね、生きてるね。先生の声がする。これも嘘の声だったら泣くから。嘘の声ってなんだよ。何を言ってるの。さ、おいで。ああ、もう怖くないよ。うん。先生、どこに行ってたの。会いたかったよ。ごめんね、怖い思いさせたね。あれ、先生、先生ひどい怪我。やべ、シロさん。うん、篠崎さん、さ、立って。ここ、あ、しまった。はい、トラップ発動。早く私に捕まって、私の体を登りなさい。先生、早く。片腕では二人の体重を支えきれないわ。急いで、篠崎さん、あなたまで落ちちゃうわよ。ダメ、指が離れる。すげえ、これ今ちゃんと見たらわかるけど、先生すげえな。先生、早く篠崎！ゆい先生！先生！捕まって！大丈夫、すぐ上がるから。そこもいつ崩れるかわからないわ。外に出ていなさい。だけど！早く！岸沼君、篠崎さんを。先生！篠崎、来い！篠崎さん…篠崎さん、強く強くなりなさい。あなたは誰にも負けない才能を持ってる。ここを出たら叶えるのよ。話してくれた。行きなさい。これだけ言ってもわからないの。早く行きなさい。篠崎。先生。先生、マジか。篠崎、行くぞ、来い。離して、もうどうでもいい。篠崎、いいか、絶対に無駄に死ねぞ、先生の気持ちを。うん、死ぬまくん。うん、わかるよな、強くなれって。うん、はい、校長。あいつは校長だわ。それなんでこいつ校長ってわかるんだろう。うん、なんだ、
何か黄色いものを投げ込んでいた。うん、あれだ、リボン。うん、取れるかな。うん、届きません。うん、幸子がいます。おい、お前。うん、消えた。なんだ、狭いけどこの路、張っていけば奥に行けるのか。そういえば奥の方に小さい明かりが見えるぞ。うん、部屋でもあるのか。うん、あります。待って、これ焼却炉よ。途中で火でもついたらだな。よし、お前はここで待ってろ、俺だけ行く。よっ、待って、私も行く。そう一人にならないで。待ってろって言ったろ。いや、私も行く。だが、うん、気をつけろよ。そこら中にホコリの塊とか引っかかりがある。くそ、狭いな。だいぶ来ちまったが、まだ半分くらいか。低い天井のせいで体を起こせないってのが、こんなに不安だとはな。もし今出口や入り口が塞がれて、この体勢のまま動けなくなったら、余計なことを考えるな。すごいホコリとすす、なるべく吸い込まないようにしなきゃ。うん、吸い込んでる吸い込んでる。いっと、大丈夫か。で、刺しちゃっただけ。針金みたいなの出てた。あ、そうか。来ないで。嫌です。お願いだから来ないで。いや、今回来ます。今回ガンガン来ます。ガンガンですよ、ガンガン。この先に何かあるな。あります。行くぞ。行くぞ。来ないで。嫌です。来るな。嫌です。行け行け。だから来ないでって言ったのに。ん？真っ暗ですけど。ああ。こっちか。結局例のあれは持っていないので、どうなるかな。まあ楽しみって言えば楽しみだな。まあこういう多数のエンディングがあるのも、まあいいですね。一つじゃない、エンディングは。こっちじゃない。んで、上行って、どうしよう。あれ、俺の予想してるのとちょっと違うぞ。一応セーブを上にするか。うん、いいえ、ちょっと待って、待て待て待て。4万。一応これをセットする。
どこで持っていなさい。あ、ちょっと待って、ここはどうやったっけ。あ、そうそうそう、ここじゃねえよ。変なとこで、ここじゃない、ここじゃない。で、うん、うん、動く。あ、オッケー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 。ちょっと校長うるせえよ。校長です。校舎の屋上から飛び降りて、おそらく天神小学校の校長だな。やだ。ゆか、見るな。これって、うん、ああ、成仏できないから何度も何度も死に続けているんだ。うん、あれは、なんだ。鍵みたいに見えるけど。ああ、どこかの鍵だな。取ってくる。危ないよ、やめて。大丈夫だ、慎重に行く。この目の前でやられたらドン引きするわ。うん、はい、鍵ゲット、校長室。うん、サトシ早く戻ってきて。うん、オッケー。あそこセーブしなくてよかったな。はい、校長室でまっしぐら。ちょ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 、なんだここは。校長室です。そんなつもりはなかったのだ。ただの一時の気の迷いだ。あいつが悪いんだ。あんなことであんなに驚く方がおかしい。寒い。何この張り紙の数、異常だわ。大田です。校長は死ぬ間際に精神を病んでいたって話だったからな。あいつが悪いんだ。ちょちょちょ、耳元で言うのやめて。あんなことであんなに驚く方がおかしい。あ、そうなの。これ入ったらどうなるのかな。これは隠し、お兄ちゃん、ここにもお札が。ああ、うん、相当恐れていたんだ、この下にあるものを。よし、降りてみるか。はい、降りましょう。俺から降りるから、ナオミとユカは後から続いてくれ。はい。お兄ちゃん、サトシ気をつけてね。うん、ああ。いいよ。ああ、地下通路。学校の地下にこんな場所があったのか。またおしっこ。ゆか、我慢できるか。うんにゅー、うん、できそうだね。
最後ちょっと踏んでるよな。はい、はい、こっち、はい、こっち、はい、はい、これなんだっけ、四方へ、うん、何が起こるって言うんだ。うん、何が起こるって言うんだ。君たち、あの、これ、うん、落ちましたよ。うん。あ？ちょっと下げまんで、下げまんで、うん。ここがまだ不明だもんな。わかんない。なんなの？なんで私の顔を見て。行こう、先に進もう。もともとおかしなことばかりだ、ここは。で、ああ、ちょっと待って、うん、こっちしかない。なんだここは、大丈夫か、ゆか。大丈夫じゃないよ、全然大丈夫じゃない。何ここ、何の部屋なの。この机も血の跡がいっぱいだ。まあとりあえず調べよう。血で真っ黒っておかしいもんな、無反応。うん、なんか入ってたらおかしいよ。おっと、取りこぼし。違う違う、こいつじゃない。これか？こっちは？こっちか。名刺のみ。生死不明。生きてるかもよ。うん、ここ調べてなかったんだ。で、あれ、行けんじゃん、ここで、一回出る。誰か来る。よし、カズ。その机の下に入ろう。こんなところ、すぐ見つからない。他に隠れる場所がない。急げ。
上司数うるせえよ。うーわ、前回まるまる勘違いしてた。ナオミ、お前ってなんだよ一体。言ったか、ナオミ、大丈夫か。お姉ちゃん、あいつ聖子をどこに連れて行くのよ。待て、ナオミ。やっぱり暴走した。これ以上ひどい目に合わせられないもの。待て、一人で行くな、ナオミ。ユカ、来るんだ。俺から離れるな。すぐ来て。走って来て。よし。この足元の引きずった跡を追っていったはずだ。追いつくぞ。あ、どうしようかな。トイレシーン一応聞くか。ここまでは、いや、ここ4番はいいでしょう。いや、トイレシーンはやめましょう。ちょっと一回、篠原を引きずった地面の跡がなくなっている、どうして。いけません。で、こっち行ったらどうなる。はいはい。ここは、ここは、うーわ、何これ、死体がいっぱい浮いてる。岸沼くん、どこ。返事しろよ。気がついたらそこの段差にはまっててよ。もう少しでプールの方に落ちちまうところだったぜ。気がついたらっておかしくない。くそ、大丈夫か篠崎。まあ一応確認するけど。あ、ちょっと、あー、しまった、アイテム見るの忘れた。あ、よしき、篠崎も持田くん。おう、ゆかも無事か。はい、大丈夫、息が。ナオミが、篠原の体を持った化け物を追いかけて、中島さんが。よし、じゃあもうこんな腐ったるの学校に残ってる理由はねえ。中島見つけて、とっとと逆打ちだ。そう。あ、ナミ、無事か。あれ、サトシ、中島さん。中島、心配かけるなよ。
怪我なさそうでよかった。うん、前回どうだった？え、なんで？篠原は見つかったか？中島さん、篠原さん、できれば連れて帰りたいけど、多分もう私たち限界だと思うの。この学校にこれ以上いたら大変なことになるわ。みんなで逆打ちして帰りましょう。もう予定変更。ナオミ、篠原もできれば連れて帰ってやりたいが、急がねえと、心が侵されて国家に負けちまう。心残りだが、ここはもう逆打ちを実行するべきだと思う。じゃあ始めるよ。みんな近づいて。あれ、幸子さん、お願いします。ああ、なるほど。幸子さん、お願いします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 。お、え、行けた。お、眠っていたのか。ここは俺の部屋だ。お、みんなが死んだ。あの学校から帰ってきた記憶がない。なぜ喋らない。なのに忘れてしまいたい。篠原の死に顔や森沢の声ははっきりと頭に残っている。くっ。え、もしかして、え、ゆうか、おはよう。なんだ、元気だな。うん。ご飯、ご飯。お兄ちゃん来ないとみんな食べられないんだから。あれ、なんかおかしくね。またこいつ、あの妄想じゃねえのか、もしかして。ああ、だけど俺は今朝はいいや。どうして？食べる気がしないんだ、さすがに。あー、もうダメなんだよ、朝食べないと。わかるだろ、お前だって昨日あんなことがあったんだ。昨日入って今日、昨日の中で出たの、すごくね。お兄ちゃん泣いてるの？怖い夢見たの？ゆうか、お前、え、もっちだくん。え、篠原、なんか元気ないね、大丈夫？なんて声だけ。あ、いや、今日のお店番の順番だけどね、私がペアの組み合わせ聞き聞かせておいたからね。え、なんだそれ。変態は？エッチ。何を言ってるんだ。俺は夢を見ているのか、いや、見ていたのか。おはよう、みんな。おしるこ屋のおわんってこれぐらいで足りる？おはよう。あ、おはよう。うん、それぐらいあれば大丈夫。いやん、ナオミ、おはよう。なんだよ、やっぱり悪い夢だったんだ。うわ、ちょっとセイコ、お尻揉まないでよ。ぬふ、手のふさがったナオミさんを見て、私が放っておくとでも思い、いや、うお、なんだ、え、え、こら。うん、ダメよ、お椀はきれいにしないと。
うん、そう、おわん、おわんで出てくると、それ本当におわん？うん、しょうがないな。今の場面、洗いに行こう。見覚えがあるぞ。え？これは、同じじゃないか。え？夢と、天神小学校へ飛ばされた、あの夢と、あれは、夢じゃなかった。まさか、同じ日が始まるのか。止めないと。ああ、何言ってんだよ。天神小学校だ。うん、持田くんよく知ってるね。そのネタの階段、持ってきたよ。サトシ、お店サボってて夢でも見たんじゃないの？あるあるまさかのループ。ヒゲ兄もサボってたけどね。俺は違うよ。演劇部の台本をコピー取りに行っていたんだ。いや森重よ、それサボってるって言わね。ほらほら、持田くん、君の番でしょ。お店の番してきなさい。一体何が何やら、まあ、ハッピーエンドじゃないことは確かな。じゃあ爪を使ってしっかり掴んだらみんなでちぎっちゃって。ハッピーエンドじゃねえ。あれ、なんか配置おかしくね。みんなダメだ。持田くん、どうしたの？輪に入りたくなった？違う、そうじゃない。これはみんなやっちゃダメなんだよ。どうして分かってくれないんだ。お前がそこまで意地張るなんて珍しいな。もう終わるからいい子で待ってて、持田くん。みんな行ってしまう。俺も行かなきゃ、ナオミたちは。うん。ん？はーい、一名様、追加でご案内。どうすれば、どうすればみんなを守れるんだ。うん。で？はい、そういうことね。おー、これはこれで、おー、いいですね。はいはい、セーブします。あれ、ちょっと待って。あ、出てる。7。でもこれ3のだけに先生のあれ出てたのね。これどういうこと？まあ成功したからいいか。そしたらこの辺にしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。また見てくれたら嬉しいです。はい。